間日食が今朝太平洋側の広い範囲で観測され、太陽の一部が欠けていく部分日食が始まり、右上から徐々に欠けていきました。ねえ、反撃しました。ね、半無料な感じになっちゃいますね。ただいま成田空港に来てます。これから中国は北京に行ってきます。頑張ります。前の最終チェック、こんなものも行きたいです。持ち込む人がいるんですかね。この飛行機に乗って北京に行ってきます。さよなら日本。空港がすごい綺麗です。中国着きました。北京着きました。日本時間だとただいま22時41分なんですが、北京は今21時41分です。このバスに乗ってホテルに向かいます。今ホテルの方に入りました。明日明後日と主に観光してきます。今日のところはもう寝るだけなんですけども、今もう23時を超えてるんですけども、集合時間が明日、朝7時ということでですね、結構タイトなスケジュールなので、割とさささっと寝ようかと思っております。お、え、どういうユニットなんだこれ。ちょっと今後注目ですね、この子。おはようございます。2日目の朝です。今日は万里の長城をはじめいろんな世界遺産を巡ってきます。天気はあいにくの曇り空です。これから朝食を食べに行ってきたいと思います。ホテルの朝食です。
何でしょうこれは。中国で一番大きな公園、頤和園というところに来ております。観光客だらけです。書いてる看板見えますか？あちらの看板は右側から読みます。頤和園と呼ばれていますが、頤和の意味は気分を和らげるという意味です。頤という字は日本語の漢字の中にはないです。でここは西側の郊外にあって、特にあの市内の気温より2、3度くらい低いです。はい、じゃあ一緒に入ります。足元に気をつけて。まだ中国最大の公園って感じはそんなにしてないですが、この先にすごい広がってるんだと思います。なんかガイドさんの話によると、だんだん公園が広くなってくるということだったんですけど、なんかあれ船、突然湖が出てきました。おお、すごい広いでしょう。これも公園の一部ってことはすごい広いですね。その湖は人工のもので、人工のもの、その人工の湖を掘って出た土はあっちの山になりますので、だからその公園は湖と山で両あの2つの部分あのありますので、すごい、もう湖を掘った土があの山、はい、あのまだ朝早いのでこの中に今見えメートルもあります、皆さん安心してください。私たち全部歩かないので。この廊下中国で一番長いそうです。長い廊下を作るか。立ち顔胸に手を当て、誰の目にも明らかな違いを。今頤和園を出まして、シルク専門店に来ました。生態号がいますね。こういう激安ツアーにはつきもののショッピングタイムです。シルクのベッドを売られます。最初の印象って皆さんね、こんなに小さいの卵から始めます。この卵ですね、シルクの説明をしてもらってます。こんなに1歳、2歳成長種で成長になります。20枚重ねて温度1枚作ります。120枚ね、また皆さんにご覧になってくださいね。何もいらない。先ほどのですね、シルクのベッドを売っているお店から約バスで1時間ほどかけまして、今明の十三陵というところに来てます。明の十三陵、なんか中国の歴代の皇帝16人のうちの13人の墓があるそうです。この先に地下宮殿があるそうなんですけども、ここから先は撮影禁止ということで行っていきたいと思います。私のお墓の前で。今地下宮殿を出ました。すごい深かったです。地下大江戸線よりちょっと深いぐらいの感じでした。いろいろあったんですけども、お金がすごい撒き散らされてましたけども、いろんな人もお賽銭みたいな感じで各所にすごい数のお金がばらまかれておりました。
すごかったです。さあ誓おう、胸に手を当て、誰の目にも明らかな誓いを、さっきまでの僕に今手を振るよ、さようなら。これからここで昼食です。本日3カ所目の世界遺産に来ました。お待ちかね万里の頂上です。うわーすごい。万里の頂上入ります。すごい、教科書で勉強した万里の頂上に今いるかと思うとちょっと興奮しますね。いやすごい。阿姨上鸟巢里千万不求生。哇哇，万里的頂上。うわすごい、いろんなのをつないで万里の頂上らしいんですけど、ここは発達園というところで、あっちが男坂といって割と急な坂らしいですけど、今僕が行ってるのは女坂です。割と緩やかな方に今来てます。かっこいいぜ。楽しいです。これ伝わりますかね、このものすごい角度の急な坂を登ってきました。今もうその登ってきた道が見えないぐらい急でした。これは骨が折れます。いや下り坂結構本当に危ないです。気をつけながら降りたいと思います。本当に転がってきちゃうな。北京に来て初めての買い物、スプライトです。万里の頂上を登って乾いた喉を今潤しております。皆さん、普通のウーロン茶の花ね、日本茶を説明します。日本茶を食べるのね、コリアジャスミン茶。北京の方一番大好きなお茶です。ジャスミン茶ね。じゃあ、お湯を入れたら何の色変わりますか？赤と緑。また黄色があります。コリアネタは安いです。1枚で350元です。おお、北京ダックです。目の前でさばかれてます。これですか？食べてます。さあ誓おう、胸に手を当て、誰の目にも明らかな誓いを、さっきまでの僕に地の木も何もいらない、その想い以外はさっぱりなはずの明日を変え